はい、どうもこんにちは。今回またライフイズス、うるせえな、家族。ライフイズストレンジ2をね、やっていこうかなと思います。前回は、これまた期間空けちゃったからあれなんだけど、うるせえな。今夜は寒くなるぞ。ちょっとあいつ離れるわ、うるせえから。前回は、キャンプ、一晩キャンプして、このままキャンプしててもらちが開かないということで、新しい地に行こうと。で、新しい地に行こうとした途中に、ガソリンスタンドがあったから、そこでなんか、どこで喋ってんの？で、そこで、新しい町に行く途中にあるガソリンスタンドでとりあえず何かイベントがあるんじゃないかというところでやっていこうか。で、一応、前回見たとこまではやったから、じゃあやっていこうか。もうゴミはあさんねえから。変な感じ。かわいい。ハロウィンを外で過ごすなんてな。この木のお化けっていうのはやっぱあれなのかな。海外ありがちだよな、木のお化け。とはいつも星のカービィだったわ、よく考えたら。夜寒すぎて氷のことなんか考えたくもない。木の怪物って斬新だよな。座って考えようぜ。父さんはガソスタが好きだった。え、旅行の時はしょっちゅう寄った。そんなエロもんか。どこも似た感じだから馴染みやすくて家みたいだって。まずいコーヒー、汚いトイレ、定番の飯。あの頃に戻りたい。結構充実してんな。でもこのガソリンスタンド、これが当たり前なのかな。海外はなんか休むところもあるしさ、日本のってあんまないよな。休みづらいよな。休みづらいとか、休んでるやついるか、ガソスタで。そんなスペースないもんな。俺だと若すぎるみたいだな。食料持ち物、老いたクーガーに追われた場合は成人したての男を投げつけること。おいおい、よくないよ。参考になったよ。ちょ、なんか今標識見てって。昨日は散々だったからな。あったぞ。遠慮しとく。何？あの標識見て。どれ？警告って。あれか？ん？どれ見てんの？あれかな？これ？なんか方向的にこっちだったね、今。なんだかホラー映画の舞台にぴったりの家だな。違うな。あ、これか？なんだよこの言い草。こんな変な家誰も来たくねえよ。クローズソーアーウィースタンパーってどんな名前だよ。すいません、海外事情が分かんないんで、それあるかなって正直思っちゃいました。スタンパーさんいるでしょ。スタンプの活用みたいな感じになってるけど。いらないよ、もう一匹いるし。あ、子犬という名のね、弟さんね。でもなんか買ってあげないといけなくなっちゃうじゃん、こう来ちゃったら。いらっしゃい。わ、どうも。どうも。チョコクリスプがある。食べ。そうですか。買わないよ俺は。森の奥にもパワーベア。商売根性だな。え、クレーンゲームできんの？マジか。 ATM。よし、プラチナカードの出番だな。何が、どれが？ハロウィン魔女に。これ父さんが気に入りそう。せわし、もうせわしねえって。みんなもう、こっち。店員も話しかけんじゃねえよ。どうした？ねえ、コイン持ってない？これいるかこれ。なあ、これガチャポンかこれ。パワーベア。やってやろうじゃねえか。おい、落ち着けって。1ドルならやってやるよ。なんだよ。やろうよ、きっと簡単だって。嘘。まさか、中にいっぱい残ってるだろ。取れないってこった。アーム弱いぞ。うん、でもな、これやらされるよな。俺らは狼だ。こいつをギャフンと言わせてやろうぜ。うん、じゃあどっちがやる？いや、いいよ、やれよ。お前がやってみろ。あ、ちゃんと出るんだ。うわ、よし、絶対取ってやる。取れよお前。行け、パワーベアクロー。いい位置狙えよ。なんで？最悪。慌てるな、
何回できんの？難しいな。ねえ、やってみて。あ、やってみようか。いや、もう使えねえよ。とりあえず1ドルだけでいったんじゃん。悪いけどさ、今は金を無駄遣いできないんだよ。え、諦めるの？ああ、なんも言っただろ。なんも惜しくなかったぞ、今。こんなのに向きになっても時間の無駄だ。ああ、パワーベア欲しかったのに。わかってるって。ババア喋んなよ。クマはそこら中にいるだろう。ライフイズストレンジ2、そういうとこあるよな。かぶるよな、ひたすら。ひたすらセリフイベントかぶっちゃうんだよな。トラック仲間に入れたらな。あ、これでも無料でもらえるっぽいじゃん。ちょっとは様になるかも。やったぜ。悪いけど、誰もこんなのやんねえだろう。これは？ああ、キャンプか。なんかでもこれ買ったけんできないんじゃないのこれ。嫌だな。ダニエルのハロウィンをぶち壊したくない。アルバイトして、あ、何か。アルバイトしていいっすか、おばちゃん。おばちゃん、なんかもう、いや、高っ。いや、高っ。おばちゃん買えないよこんなの。ライラが好きそうだ。なんつっても補給して地図を見つけたらっつったよね今。無理だよ。ホットドッグを作る6ドル。今はコーヒー飲む気になれない。いや無理だよ。コーヒー好きならそのコーヒーは飲まない方がいい。お、お金ちょうだい。この肝だ。今そう思ったんじゃないか。本当めちゃくちゃ。そんな。めちゃくちゃ女の裸体を。それほど怪しいもんじゃない。彼らは普通の生活をしてるだけさ。ただし裸で。迷惑はかけてない。問題あるか？問題ないね。ないっすね。ああ、その通り。カメラマンとかじゃないの？みんな同じである必要あるか？ないだろう。悪い。ちょっと熱が。あと威圧っぽいぞ。ブロディだ。あえて言えば旅するオンラインジャーナリストさ。ショーンです。あの、旅するオンラインジャーナリストって？車であちこち行って人々のことを記事にしてる。なかなかかっこいいだろ。どうだ、俺の記事を買ってくれるサイトがいくつかあってな。転生があるのさ。あえて嬉しいよ。弟君と旅行か。はい。ああ、俺らも旅してるんです。南の方に。うん、いいね。旅ってのは学びの宝庫だ。まあそうですね。若いうちにしておけ。ありがとうございます。そりゃそうとお金をくれませんか。このままサボってたいが仕事しないと。締め切りが迫っててな。そりゃそうとお金をくれませんか。じゃあまたどこかで。すいません、それはそうとお金をくれませんか。すいません。森の後だと変な感じ。あんたならくれそうです。別世界だな。たっか、なんだこれ。テントあんの。あん中で暮らせそうだ。どう見ても予想盗むって無理じゃねこれ。昨日で懲りた。寝袋超欲しい。いや、めっちゃキャンプ用あんじゃん。普通にキャンプして。実はリサーチ中なんだ。こいつは見せられないな。盗めなくないでもこれ。なんか聞けば盗めるかな。これは大人用だ。僕も9歳だからね。ちゃんと知ってるんだ。そうだろうな。名前はダニエル。そうか、俺はブロ。話進めんなお前ら。おい、どうしてエッチなの見てるの？仕事だからさ。おお、分かった。いい仕事だね。うん、まあな。すいません、うちの弟が。じゃあまたね。ガソリンスタンドでこんなに興奮するなんてな。すいません、うちの弟が。テーブルを占領しちまって悪いな。お金くれませんか。だったら占領した量で。ショーン見てよ、アライグマの服。アライグマになりたい。キーチェーン見せる。ふーん、ここでなんかあったのかな。
ああ、そこに映ってるのはうちの夫ね。会話かぶってんだけど、ねえ。一緒にいる人は独り言うるせえわ。なんか有名人っぽく見えますけど。ええ、確か有名な監督って話だったわ。ここで撮影があったんだけど、テレビ見ないのよね。ああ、見れないじゃん、じゃあ。いい人だけど、うちのコーヒーは嫌いだって。まずいんだろうな。僕ダニエル。はじめましてダニエル。時差で喋るなお前。よし。こんなところで何これで見やめてくんねえか。冒険だよ。あらそう。楽しそうね。ここの熊おばさんが作ったの？まさか。あ、キッチン消えた。私じゃないわ。全部夫が作ったの。こんなに作っちゃって。もういいって言っても。これ。今チャンスじゃない。みんな可愛いよ。今チャンスでしょこれ。それは良かった。気に入ってくれて嬉しいわ。ダニエルも喋っとけ、喋っとけ、喋ろよお前、おい。あの、どうも。こんにちは。あ、喋ってなかったかまだ。こんなところまで何のご用？今めっちゃ早いですよ、よかった。今、とんでもないスピードで今横切らなかった今。弟。キャンプで来てて。そうなの。今すごくねえか。名前は宇宙人じゃん。ましたけど。すぐ近くです。そう、それでご両親は？自宅待機です。自宅待機してます。ああ、いや、兄弟旅なんで。すごいっしょ。留守番です。子供だけでこんなところに？うん、何度も来てるんで、はい、大丈夫です、まあ。この辺には何度も来てて。親とも一緒にね。ここは初めてだけど。ここに来るお客さんとは雰囲気が違うけどね。めちゃくちゃ行ってくるな、あれ何？何？どれ？どれ？どれよ？どれ？おお、子犬だ。名前は何？マジかよ、こんな木彫りの熊誰が買うんだ。世話しねえわマジで、うん、人気の熊のセール中だよ。いやお得だよ。何、一緒に来たいの？いっぱい。ああだな。え、盗めねえな。子犬がいるよ。見た見た、さっき見たよ俺。うん、さっき見たよダニエル。ああ犬だな。うん、ああかわいい子犬だ。かわいい。これおばさんの？いいえ、ただの野良犬。かわいそう。男の子？女の子。そっか。ねえこの子飼っていい？バカ野郎お前。お願い。え、バカ野郎お前、今はダメだろ。残念だけど犬連れてくのは無理だな。子供に引き渡すつもりはないよ。諦めな。なあ、ね、世話できないよ。残念だけど、行くぞ。でも、え、どうしようかな。盗むってバレるよな。絵描きなんか使わない。これは？ダニエル、子熊だぞ。わあ、本当に熊だ。よくできてるね。すごいや。持っていきな。え？見ての通り。有り余ってるから。おばちゃんいいの？ありがとう。いいの？おばちゃん、おばちゃんありがとう。僕ら笑ってる？ゾンビボーイ笑う。でも買えねえよ。神のガス。僕の部屋に置きたいの。答えはいけるか。いけるか。食い物がない。ここならなんかあるはず。買わないといけないの？俺お金ないんだって。これからお金手に入れられんの？ねえ、それによるわ。これからお金手に入る予定あんだったら俺やるよ別に。お金手に入んないでしょうよ。ちょっと。ほら、もう食べたでしょ？そんな目で見ないの？あ、今チャンスじゃない。ちょ、一旦進んでみていい？一旦。これ消した方がいいわね。やったな。バレてないぞ。お、バレてないぞ。あなた一体そこで何してるの？何もしてないっすよ。これ部屋に置きたい。どうした？かっこいいなこれ。おいおい、めちゃくちゃかっこいいじゃん。何これ、すげえ。いい店だな本当に。こんにちは。うん、なんかないかな。
見る使ったらわかんのかな。ああ、地元民じゃねえよ。ジロジロみんな。とりあえずチョコは取ったぞ。これ寝袋を盗むって無理だろ。無理があるだろ、寝袋のテントを盗むって。じゃパンぐらい買っとくか、じゃあ、シャーデな、ババア。具沢山のサンドイッチは無理でも。ババ買ってやるよ、サンドイッチぐらいは。ババア、はい、洗うよ。決まったみたいね。これで全部。結構あんな。はい。全部です。了解。結構量あんな、パン。じゃあお会計よ。保管場ね。あ、ネギルはないんだ。いいよいいよ。これで。全然金持ってねえな。1000円切ってんじゃん。はい、じゃあお釣りね。どうも。やば、300円しかねえ。ありがとう。じゃあね、やっぱ盗んで後買うことによってこれね、ちゃんと、あ、この子はいい子だなって思わせんのよ。これがあれ、プラスマイナスの方式だよ。マイナスよりもプラスが上回っていれば、マイナス3点プラスを出せば結果的にはいいんだよ。あ、見て、テーブル空いてる。よし、座ろうぜ。地図見てみよう。なんか置いてない、なんかゴミ箱遊ろうぜ。くそ、まだ俺たちを探してる。もう戻れない。特定されてんじゃん。ダニエルには言えない。今はダメだ。ようバレなかったな。指名隊中じゃん。ゴミ箱なんかあるかな。残り物とか入ってるかも。くそ、こんな暮らし嫌だ。もういないからな。人がいる間はやめとこう。怪しまれたくない。人いなくね。まあ、しゃあねえな。見る。よし、次の行き先を決めよう。食事しないといけないの。我慢しろよ。テーブル。ああ。今食うなよ。さてと。まあ朝飯食ってんからな。これだけなの？悪いな、ダニエル。何よりました。あ、キーマン来たじゃないか、キーマン。おお、チョコクリスプだ。お前んだぞ。頑張ってるからな。いや悲しいわ、なんか盗みを働いてさ、弟のためにさ、盗み働いてお菓子を用意する兄って、なんかちょっとこうね。どこに向かうんだ？南かな。なるほど。いいか、クマに餌やるなよ。じゃあな。いい声してんな。お金ちょうだいよ。てか、大きい地図だね。うん。だな。わかるかな。どこに行くか決めれんの？てか。これってワシントンの地図？何もわかんないや。ああ、俺もだ。でもこの辺にいるはずなんだよ。そんなでかい地図買ってきたの？ここだよ。ガソリンスタンドがあるでしょ？いやいや、昨日はレーニアさんが近かった。けどかなり遠くまで来ただろう。今の場所俺が教えてやる。うん、分かった。はい、俺が教えてやるの？トラウトトレイルってとこで寝ただろう。トラウトトレイル。それから南に向かって、トラウトトレイルは、あ、これ何、これこのマーク何、これ違うな。レーニアさんの南西にいるはずなんだけど。これじゃ男性ってこれしかなくない？え、知らんよ。なんかトラウトトレイルってとこで寝ただろう。それから南に向かって。トラウトトレイルないじゃん。あ、これキャンプ場か。でもキャンプ場1個しかない。くそ、ここはどこだ？わかんねえよ、なんだこれ。ミスれえな、この地図。なんだこれ。レーニアさんの南西にいるはずだけど、トラウトトレイルが書いてねえもんだって。キャンプ場こんな来てないよな。トラウトトレイルってとこで寝ただろう。それから南に向かって、うん、
何このイルカマークは。え、じゃあここ？くそ、ここはどこだ。わかった、ここだ。本気なの？ああ、昨日キャンプした川岸の隣だ。ここだな。じゃあ今夜ここまで行ける？いやいや、遠すぎだって、また何日も歩き続けたくないだろ。そっか、でも良さそうなとこだよ。待ってろ、行けそうなとこ探すから。縮尺わかんねえな。でもこれ、え、君たちキャンプに来たのか。喋りかけんな、ジジイ。おい、ああ、ジジイ、はい、ちょっとルートとか調べてて。子供だけってのは危険じゃないか。危険なのは君らかもしれんが。え、何ですか、俺らは。ちゃんと金払ったのか。万引きは許さないぞ。あの、そんな。払ったよ。払いましたけど、地図は無料で。じゃあ中に入って買ったものを全部見せてみろ。ああ、いえ、すいません、もう行かないと。いや、ついてきてもらうぞ。面倒事を増やしたくないだろう、来ないなら。何こいつ、まあまあ一旦ね、一旦ちょっと一旦しようよ、一旦ね。ああ、落ち着いてください。ハイキングしてただけです。本当かどうか確かめようじゃないか。来なさい。ああ、でももう行かないと。何このじじい。大丈夫だ、あの、父が待ってるんで。それじゃあうちの電話で呼べ。さあ行くぞ。何このじじい。話せ。おい、何すんだ。なんだこのじじい。おい、は？もしもし、バーウェル刑事、俺だ、ハンクだ。実は逃亡犯を捕まえたんだ。興味あるだろ。あ、バレてたんだ。心配するな。ああ、分かった。助かる。でも弟逃げてたよな、今。なんなんだ。どこだよ。あ、Windows がピンピンしてるわ。Windows、あれだ。スリープ状態の時だ。まずい。ダニエル、やばいやばいやばい。勘弁してくれ。まあ、ぶっちゃけでも。ハンク、本当にいいの？そんなこと。ついでにうちの敷地から追い出せるしな。そこまで言うなら、ええ、あなたに任せるわ。お、いや、お目覚めだな。拘束して悪いな。まあ無実ならじっとしてろ。腹の調子は？誘拐だろ。誘拐されたって警察に言ってやる。バカ言え。お前の正体もシアトルで何をしたかも新聞で見たぞ。正規の移民かどうかも怪しいもんだ。うるせえ山主じ、俺はアメリカ人だ。うん、おい、何泥棒。ここは俺の土地だ。盗っ人は何様のつもりだ。神さんにバレなくてよかったな。あいつは銃のコレクターなんだ。知るかよ、刑務所行きはそっちだ。警察はお前みたいな悪ガキなんか信用しない。なんて、なんて重いストーリーなんだ。どこだ。さあな、逃げ失せやがった。見つけてやる、任せろ。手出したら。子供には手を出さん。お前は何のためらいもなく子供を連れ回してたみたいだが、まったく立派な兄貴だ。これ弟視点かな。は打ちぶれずに済むかもな。解放してくれ、頼むよ。俺だから壁が必要なんだ。じっとしてろ、弟を捕まえてくる。これ移民問題か、まさかこれ。そういうとこも語りかけてくんの、ライフイズストレンジ2って。壊すって壊せるか。おい、電気を消し。うまっ。やっぱダメか。惜しい。くそ、パソコン。
あれを明かり代わりにできないか。先にいろいろ見ようや。届くか。全然見えねえ。俺も全然見えないよ。届かなかったかな。押す。いや、壊せないと思うんだわ。壊すってあったけど。お。よし。マジになった。押す。一旦やってみようか。なんだよ、プラスチックのくせに。蹴る。危なくねえでもこれ。いや、それだけ落ちてな。危ねえぞお前マジで。ショーン、ショーン。ちょっと今声聞こえたな。悪いけど、あんたの旦那はクソだ。ダニエル、ここだ。お前無事なのか。続き行こう。大丈夫。おじさんに追いかけられたけど、でもうまく逃げられたと思う。どこにいんのお前。すごく怖かった。ダニエル、よくやったな。ダニエル、完璧に巻いたぞ。優秀かよ。おかげでこっから出られるかもしれないぞ。本当？ああ、でも急がねえと警察呼ばれたんだ。考えろ。出ろ。ああ、だろうな。理想のアメリカ人ってか。開けて、ああ、そこダニエルもいるのか。がある。なんとかあそこから入れないか。ダニエル。ちゃんと声遠い。明るい。でも注意しろ、気づかれるかもしれない。事務所のドアはさすがにあれだよな。裏口は？なあ、裏口開けられるか。開かないだろう。どうかな。あ、鍵かかってる。開かない。どうしたらいい？鍵が近くにあるなんてラッキーはないか。いや、きついきついきつい。貸せる？この通気口外せるか。あ、いや、これちょっとやばい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 。やばいやばいやばい。気にすんな。別の方法考えるから。いっぱいあったな、これは。ちょ視点が合わない。視点が合わないね。なんだこれ。おい、パイプの金具見せてよ。あ、動ける。そうだ、こいつをなんかでぶっ壊。ダニエル、鍵見つけたんだけど届かないんだ。横糸できたんだ。パイプの留め具を剥がせば取れると思うんだ。工具かなんかそっちにないか。ヤスリ。でかいヤスリか何かが工房にあったはずだ。クマの彫刻のとこだ。ちょっと近いから危ないけどな。うん、分かった。じゃあ危なくないか。でもそんなさ、遠くまで追っかけてんの。ここまで行けんな。これいけないな。ここまで行けんな。物がいろいろあって安心するなんて変な感じだ。見れないね。でも、ね、何これでどう。これだ。さすがダニエル。めちゃくちゃいいやつだったな。めちゃくちゃいいやつだったな。よりにもよって。よし、やるか。任せろお前。おい、かかってこいよ。よし、音でバレるぞ。おばさんはあんまりね。あ、それどけてってことか。寄っていくんだ。なるほどね。
まあおばさんは商売してるからな。頑張れ。届けこの。よし。暗くて見えるか？やったの？あ、ほら。ああ戻ってくれた。いや明かりついてる後ろ。待ってて。後ろ明るくない？やった。そう。よかった。怖かったよ。早く届いてじゃあ。顔どうしたの？あいつに。いやもういいからいいからこの兄弟の時間は甘いんじゃねえ。切り落とそう。早く。なんかねえか。これはどう？お前最高だ。賢くてよかったマジ。うちの弟。僕透明だし。マジうちの弟賢くてよかった。よし。荷物持って行こうぜ。ダニエル。え？何があった？何したんだ？またパワー使っちゃった。とにかく無事でよかった。これ漏れなく気絶するのは何なの？いやいや盗もうぜ盗もうぜ。じゃあ盗もうぜ盗んどこ。これは盗もうぜ。今しかねえよ。もうとことん。待てよクソガキめ。いやごめんなさい。落ち込んで出てこれないようにしてやる。いや間違えた。生きてんのかこいつ。蹴って盗む。いやそこまでこだわりさあるか。そこまでこだわりさあるかな。でもいやでももっと来たいよな。でもいもうここまで来ちゃったらさ、もうこだわった方がうくない？なんか中途半端になるのが一番ダメだと思うんだよ。どけよじうるせえな消えろって。どけよじショーン何やってるの？うるせえ。ダニエル来い早く逃げるぞ。盗んだちゃんと今。急げほら。盗んでなくね。待って。よりにもよって雨かよ。でも雨でよかったな。バレねえぞ多分雨だったら。セーブ来るかな。どこに行くの？ショーン。ちょっと待て。あっちだ。さあ行くぞ。本当に？あ、車の中に。あ、おお、おい、こんなとこで何してるんだ。まったく死ぬかと思ったぜ。大丈夫なのか？そうは見えない。あのクソ野郎、ガトスタのジジイ、完全にイカれてる。事務所に監禁されたんだ。嘘じゃない。おい、もう喋るな。信じるからよ。おじさん。森ってのはいろいろ起こるもんだ。二人とも乗れ。おじさん、でも正体知ったら、でもさ正体知ったらあれなのかな。おじさんもさ、おじさんバレたら捕まっちゃうよ。おじさん、この人があれなのかな。俺たちのなんて言うんだろう、まあ、ある種親的なポジションになるのかな。なんか多分ところどころでイートにかくまってもらえるのかな。このライフイズストレンジ2っていうのはやっぱ追われる身なわけだしさ。セーブしたくせえからごめん、ここで終わるわ。じゃああたした。